J. クック、J. クック、1821年8月10日から1905年2月8日はアメリカ合衆国の資本家、J. コークと記される場合もある。クックは1821年8月10日にオハイオ州で生まれた。父はオハイオ州初の弁護士にしてオハイオ州議会議員であり保育党員であったエルセロス・クックである。クックは ミズーリ州セントルイスの貿易会社とペンシルベニア州の運輸会社のチケット売り場で予備的な経験をした後18歳の時最も大きなプライベートバンク会社組織となってない銀行で限られたパートナーのみを相手とするである EW クラーク社のフィラデルフィアオフィスに入社する3年後ファームの会員たることを許され30歳になるまでにクラーク社のニューヨーク及び セントルイス地区のパートナーとなった。クックは、オハイオ州エリーコのプットインベイに1864年から翌年にかけて建てられた別荘を持っていた。この別荘は現存する。1858年、クックは会社を辞し、続く3年間は破綻していたペンシルバニア鉄道と、運河の再建に力を注いだ。1861年1月1日、 プライベートバンクである J. クック紹介、J. クックカンパニーをフィラデルフィアにて開設し、ペンシルベニア州に300万ドルの戦時交際を発行した。南北戦争が勃発した当初、クックは財務長官サーモン・チェイスと共に北部の主要銀行からの融資を確保した。当時、20年満期ながら期限前、最低5年に召喚する権利を持つ。 5 2 0イブトゥンティーボンドと呼ばれる中期国債が1862年2月25日に議会で承認されて発行されたが財務省はこの国債の販売に失敗していたそこでクックの会社 J クック商会はチェースに後、レイドルの国債の販売を契約し成功したクックはアメリカのメディアへの影響力を使いながら2500の代理店と契約し すぐに1、100万ドル以上の国債を売りさばいた。これは議会が承認した額を超えていたが、議会はすぐに自己承認した。同時に、クックはナショナルバンク制度の設立にも影響を及ぼし、議会が承認するとすぐにワシントン DC とフィラデルフィアに設立した。1865年の初め頃、政府は新たな30年満期。 7年以降召喚可能な国債の販売不振により財政的な危機に直面していた。クックは再びこれを保証し代理人を地方の村落は愚か西部の孤立した鉱山にまで送り込み地方の新聞にはこの国債を賞賛させた。同年2月から7月までの間にクックは3回にわたり国債を売りさばきその売上は8、300万ドルに上った。 これによって合衆国軍の軍備が調達され、終戦までの戦費を賄うことができた。南北戦争後、クックは未開拓であったアメリカ北西部の開発に興味を持った。1870年、J. クック商会は、ノーザンパシフィック鉄道、NP の建設に出資することとした。クックは、ミネソタ州のダルースに惚れ込んでおり、ダルースを起点として、 太平洋に向かうノーザンパシフィック鉄道はぜひとも成功させなければならないものであった。しまいには、クックは太平洋岸から到着する貨物をダルースを通じて五大湖から大西洋、そしてヨーロッパへと継争させることを夢見て鉄道を購入し始めた。しかし、建設に莫大な費用を投下した上に、クックは資本の評価を課題に見積もっていた。そのため、 1873年強行をきっかけにクックは破産した。同年、カナダでジョン・エイ・マクドナルド首相がカナダ太平洋鉄道から収賄していたという疑いをかけられて辞任するというパシフィックスキャンダルが起こる。クックはこの金融スキャンダルを巻き起こした当事者でもあった。クックの持つノーザン・パシフィック鉄道株はジョージ・スティーブンとダグラス・スミス。 ダグラス・スミスが購入した。彼らはカナダ太平洋鉄道を完成させた人物である。1880年までに、クックは課せられた経済的な義務をすべて処理した。そしてユタ州の銀行さんへの投資を通じて再び、富を得た。死去は1905年2月8日、ペンシルベニア州をゴンツにおいてである。クリスチャンであったクックは、収入の10%を、 十分の一税として宗教的なまたは事前事業的なことに当てており、いくつかの米国聖公会の教会を建てるための資金を寄贈した。また、破産によりおごんつの土地を手放さなくてはならなくなったが、後にそれを買い戻し、その土地を少女向けの学校とした。クックの功績はミネソタ州の J クック州立公園という名称と、 モンタナ州のクック式という名称に残されている。ペンシルベニア州カンバーランド郡にもクックというタウンシップがある。このタウンシップが1872年にペンタウンシップから分離して設立された明確な理由は判明していない。クックは死の直前まで複数の会社のオーナーであった。クックや家族の手助けをしてきたオバーホルターによれば、クックは パイングローブファーニスをたびたび訪れ、マス釣りを楽しんでいた。彼は、生涯を通じたアウトドアズマンであった。毎年、ポケットナイフやハサミの類を労働者の指定のために、設立された学校に送っていた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。